音楽界に衝撃を与えたゴート。ナンバー、愛の最新トラック、再生回数3500万回突破。コミュニティの心に響くエンターテインメント。音楽シーンを席巻するゴートが話題沸騰中。ナンバー、愛の最新トラックが、なんと再生回数3500万回を突破しました。その影響力はテレビと雑誌にまで広がり、コミュニティ全体を魅了しています。 この曲は、正月から世界各国のヒットチャートで連日のように聴かれており、多くのファンを魅了しています。1ヶ月近くも聴き続けていると、まるで歴史的な瞬間に立ち会っているかのような興奮が湧いてきます。ビートルズの、シーラブズ・ユーを初めて聴いた時の感覚と重なるのではないでしょうかゴートの魅力は無限大で、ライブで生で見ることができれば、ファンは失神すること必死です。曲、音色、タイトル、歌詞。 声、ラップスキル、ルックス、キャラ、MV、ダンス、振り付け、すべてが100点満点と言っても過言ではありません。まるで奇跡のような存在です。その才能が早く海外でも評価されることを願ってやみません。そして、昨日の M ステの録画での出来事もファンを沸かせています。編集の際に通常と逆のアプローチをとり、CM を残すことにファンは愉快さを感じています。 特に注目すべきは、CM 撮影を手掛けた MV クリエイター竹石渡さんのコメントです。入念に準備された CM 撮影現場は決められた場所に決められた段取り、決まっているメッセージ。なのに、平野くんはそこへスッと入ってきて、一瞬で僕らが初めて見る世界と言葉に変えていった。あんなにシミュレートしてたのに、平野仕様を恐るべし、との言葉が寄せられています。これぞまさにゴートの魔法。 ファンはその想像力にただただ驚嘆しています。また、ゴートのメンバーたちの個性と魅力も注目されています。紫輝くん、岸くん、ジンくん、それぞれが異なる個性を持ちながらも、グループ全体の調和が素晴らしいと絶賛されています。他のグループではセンターがはっきりとしていることが多い中、ゴートは3人組ながらも、どんなフォーメーションも寂しさを感じさせない不思議な魅力があります。 リアタイを楽しんでくれたファンへの感謝のメッセージも忘れてはいけません。リアタイしていただいた皆さん、ありがとうございます。リアタイできなかった皆さんも注目いただいて、ありがとうございます。博多のホテルで、やっぱこれ、ミスジンソーダで乾杯しました。まだまだ続きますので、気にしていただけたら、感謝です。最後に、ゴートの曲が使われた一夜限りの大学の CM についても触れておきましょう。 事務所が決まる前から企画が進行していたとの情報があり、どんな環境にいてもファンは平野くんやメンバーたちに思いを託してくれる人がいることを感じています。これらの経緯から、g o ト t の曲は多くの人々と共に作り上げられており、その事実には感無量の思いが込み上げてきます。g o ト t の魅力はまだまだ続きます。どんな未来が待っているのか、ファンたちは今後の展開に期待と興奮を隠せません。 ゴートの旋風がますます加速していくことでしょう。